こんばんは。前回の続きやっていきます。今、同盟センターをね、25にしてるんですよ。25にすると、今28回支援受けてるのが30回になるのかな ?30 回もらえるんで、ちょっと時短使って、あと12日と14時間、59分16秒ですけど、時短使って終わらして、で、他の今、ここ研究できたりするんで、それをやりましょう、先に。どれがいいかな。たくさんあるやつがいいね。60分かな。結構使うな。まあでもまあ、使おうか。5分あるよね。あと1分。OK! 終わりました。そしたら、研究からするかな。研究。で、30回もらえるんで。こっちはね、経済で、こっちは軍事ですね。とりあえず、後ろの方でやってないのをちょっとやってみようかな。どれぐらいかかるんかな。1日。あ、これ1日だ。多分時短できると思うんで、30回もらえるんで、かなり減ると思います。あと、建設ね。建設どれするかな。これはね、酒場は、ここ書いてます。毎日無料の白銀の宝箱。これがね、今9回なんですけど、あ、9プラス1回、10回ってことかな。次にすると10回。あ、今9回で、次は10回か。これもね、あげよう。条件があるんですよ。あげるために、採石場を25。資源がちょっと足りないけど、あると思います。あら、まだ ?OK。これでやりましょう。これもね、まず、同盟センターをね、マックスまで上げといた方が良かったんで。これでね、これもかなり減ると思います。これはね、ほぼ毎日買ってる、曹操の彫像が、当たるかも箱がついてる課金アイテム。今日からなんかね、認証っていうか、買うときに今までね、すんなり買えたんだけど、なんかね、パスワード入れてくださいみたいなことが出ましたね。不正を防ぐためとか言って。まあ僕はGoogle Pay 使ってるんですけど、便利なんで。さっきのはこれですね。これが曹操の彫像が出るかもっていう箱です。これが3個。それとこれ SL フレットの彫像が出るかもっていう宝箱ですね。これはね、曹操のやつはね、3連。この曹操の、宝箱はね、3回回したら必ず出ますね。1回目に出るのか、2回目に出るのか、3回目に出るのかはわかんないんですけど、3回回したらその中で必ず出ます。で、1回目出たらやめた方がいいですね。で、次の日に回した方が。はい、出ない。はい、出ない。3回目か。しょうがない。2個か。で、こっちはね、5回で出るんですけど、まあ、数が多いんで、通常だったら2回ずつ回すんですけど、こうやって まとめて必ず出ます。こういう風に。こんな感じで出ちゃう。ただ1個ずつしか出てないな。やめとこう。ついてない。前回、前の動画で、成長。個々の成長のレベルをね、25にしたんですよ。それでね、持てる兵がね、増えたんで、でですね。ここ書いてます。ここ真ん中。部隊数上限。24の時は13万。で、今15万。それと、あと、まあ、レベルですね。指揮官の。合わすと、今19万2000持ってる。その前はね、17万2000だったと思いますね。でね、遠征で、ちょっとね、ハマってるんですよ。65はちょっとね、無理だと思います。まだ。兵がちょっと少なすぎる。で、やってないのはね、このね、防衛するやつと、相手のこう、都市を攻めるやつ。これちょっとね、試してないんで、今からこれをやっていこうかなと。これはね、防衛するやつかな。ですね。ここで自分が守るって感じのやつですね。で、攻めて、4部隊で守るって感じなんですけど、これちょっとやっていこうかなと。問題は、なんで守るかなんですよね。覚醒してるのはね、ボツ君と、35万じゃ守れないような気がするんだけどな。あ、孫武とオツ君。これはね、して、あ、とりあえず、武士は不利に持たせよう。ティア3でもいいから全部持たせよう。それと、何がいいのかな。
迷うわ。弓とかよりもう包丁にする。あとは残りはこういうので35枚するか。残りは通常通りにしますかね。ただ兵がな、フルで持たせるようになるかな。入れたんで、あ、もう兵がないわ。ダメだ、これでやるしかない。あと微調整できないか。これは工場なんですよね。ああ、相手4万ぐらいで来るのか。なるほどね。やりますかね、これで。ちょっと少ないな、やっぱり。とりあえず来るから、これですね、一番真ん中。ああ、ちょっとダメだな、守れてない。全然激しい。ちょっとな、守りきれない。そう、あともう1部隊欲しかったな。あと10、うん、やっぱり10枚以上いるな。それかこの3部隊の部隊数を減らして4つにするか。悩ましい。ああ、終わった。竹が合わない。やられそうじゃない。しかも早く誰かさん、エタルーナ・ヴィンベルトル。時間がね、画面の右上、1分22秒ぐらい。星3じゃなくてもいいから、とりあえずクリアだけしてくれたらな。あれが合わない。あれ、来たー。ベリサリウスよく持ってますね。ダメかと思ったけど、いや結構持ってる。今までで一番持ってるかもね。
が合わない。あ、時間切れ。オッケー、守ったことになるのね。オッケー、よかった。次はやっぱりね、今度ね、こっち行こう。これはね、攻めるやつだと思うな。いくらよ、111万いるのね。いやー、リチャードもいるじゃん。まあ、覚醒はしてないっぽいけど、これが空いてないから。めんどくさ。なるほど。あ、ここね。これが、攻めるやつだ。兵は多分増えるんだったかな。寄せにするか。マックスだね。ま、あー、うん。これでいいか。そう。Queen by title, but in deeds, a king. The fanciest robes in the world are only half as handsome as a military uniform. Queen by title, but in deeds, a king. Who is the real barbarian? Why, who I fight for my lost freedom and my outraged daughters.これで、あ、劣勢ね。一回見てみよう。兵増えるんじゃなかったかな ?18 万から。これ。ほら、100万あるでしょ。うん。いいんじゃない?やってよ。そっちがこっちで。増えた ?100 万だね。何が、兵種が何かわかんない。全部馬になってんのかな?ちょっとわかんないけど。当たんねえや。蹴りが激しい。これが一番の火力なんだけどな。いや、強いな。リチャードがちょっとめんどくさいよね。何も考えずに城狙ってみる。減らさんことにはな。画面右上時間ですね。2分39秒かな。これ以上寄せられない。結構減らしていってる。いやー、どうなんのこれ。何の雑魚やった方がいいのか。弓のね、指揮官、椅子全然作ってないから、やっぱ弓もいるよな、こういう時は。逆転したんじゃない?これでしょ。クリアできるかも。邪魔だけどね、減っていってるしね、多分。いいね。これ、勝てるのは勝てる。星3ついくかどうかちょっと分かんないですけど。よかった。鬼門クリアだな。あとは65だ。やっぱ兵作んないと。あら?あ、OK。あ、2つね。すべての指揮官。あ、やられたんだ、指揮官。まあまあ。次回のこれね、課題にしよう。あ、でもいい、いったいった。最後に、前回の動画でね、レイアウト。今ね、城のレイアウトがね、これがね、今使ってるレイアウトですね。で、ここね、今作ろうかなってしてるの、ここにあるんで。
これいらないから、あ、もう道まで作ってたんだね。ここでね、作っていきます。これ地味な作業なんですけど、で、これを貼り付けて、こっちをね、本体のレイアウトにすることもできますね。 1をね、これどこに、真ん中っていうのもあるよね。ね、わかりやすくね、例えばトウモロコシとか木とか石とかね、4つずつなんですよ。だからね、うまくね、配置すればね、綺麗なね、のはできそうな気はするんだけど、あ、これ違うわ。ちょっとずれてる。もうちょっと大きくしないとわかりにくい。こういうの好きな人はね、いいと思うんですけど、3個だからな。これじゃちょっとな。1個半分な。見えない。意味ないな、見えない。まあね、レイアウトね、いろいろ変えれるんで、好きなように変えて。あれ、ここにあったよね。あ、なくなってる。いい。これは、よし。結構余るんだよね。この余ったやつどうするかだね。金。上かな？ダメだな。ちょっとこれ変えよう。これじゃ見にくい。そうやって、これをちょっと下げて、真ん中に何を置くか。でしょ。こうやっといて、あとは余ったのどこに置くかだけど、金か。道がないな。まあ、こういうふうにね、いろいろレイアウト変えれるんで、面白いと思いますね。これでセーブしとけば、あと、ノクソンどれだったっけ。もうすぐ完了とかいいのかな。こんな感じで残るんですよね。で、また気に入らなかったら変えていけばいいんで、
あとね、こっち今使ってるやつもね、変えれるんですよ、編集で。とりあえずね、バックいっぱい使わないともったいないような気がしますね。最初の、まだね、成長がね、こう、どんどんね、今25なんですけど、アップグレードするたびに、このね、枠が広がっていってたんですよ。ちょっと今、中にこじんまりあるのは、その前の成長の大きさに合わせてるんで、外側にちょっと移動していってもいいですね、こういうのこう、持ってって。これちょっと後でやろうかな。こういうのもね、楽しみの一つですよ。このレイアウト変えるの。真ん中、例えばでかい道路作ったりとかね。この素材もね、ここにあるんですよ。これはね、これか、装飾。これね、なんか桜の木みたいな、コインの木って書いてますけど、あと、このね、雪だるまとか、こういうのもね、装飾であるんで、木とかもね、いろいろ種類があるんですよね。今までね、こういうのやってなかったんで、ちょっとね、余裕ができ、もう25になってちょっと余裕ができてきたらね、こういうのもね、やろうかなと。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。